皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は漢字の穴埋め問題です。真ん中の四角に共通する漢字を入れて4つの二字熟語を完成させてください。問題は全部で10問あります。制限時間は30秒です。全問正解を目指して挑戦してみてくださいね。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは理という漢字です。営利、金利、利息、利益となりますね。どうですか？時間内に分かりましたか？2問目です。四角に入る漢字は何でしょうか。終了です。答え合わせです。答えは地という漢字です。意地、窮地、地下、地図となりましたね。わかりましたか？3問目です。四角に入る漢字は何でしょうか。終了です。答え合わせです。答えは善という漢字です。依然、自然、さほど、善諾となりました。善諾とは承諾や承知、引き受けるという意味ですよ。それでは次に行きましょう。4問目です。四角に入る漢字は何でしょうか。終了です。答え合わせです。答えは優という漢字です。男優、女優、優先、優秀となりましたよ。この優という漢字、人が心配をするという意味からできた漢字だそうです。確かに中心に心という漢字が入っていますね。5問目です。真ん中に入る漢字は何でしょう。
終了です。答え合わせです。答えは待つという漢字でした。期待、接待、待機、待ち合いとなりますね。6問目です。真ん中に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは座るという漢字です。蟹座、高座、座高、座席となりました。車や飲食店、会議、エレベーターなど多くの場面で蟹座という場所があります。マナーを知っておくと役に立つかもしれませんね。7問目です。真ん中に入る漢字は何でしょうか。終了です。答え合わせです。答えはこうという漢字です。時効、執行、効き目、効力となりました。これは小学5年生で習う漢字だそうですよ。8問目です。真ん中に入る漢字は何でしょうか。終了です。答え合わせです。答えは発という漢字です。開発、啓発、発表、発育となりました。9問目です。真ん中に入る漢字は何でしょうか。終了です。答え合わせです。答えは若いという漢字でした。般若、老若、若干、若手となりましたよ。時間内にわかりましたか。それでは最後の問題です。真ん中に入る漢字は何でしょうか。
終了です。答え合わせです。答えは様でした。異様、皆様、さまざま、様式となりました。この漢字は木や羊の角が目立つありさまを意味してできたそうですよ。以上で問題は終了です。今回の問題は知の種のホームページで無料プリントとして公開していきますのでご利用くださいね。皆さんのコメントや高評価をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。